こんにちは、アリスです。アリスの26年ぶりのアルバム、はい、アリス11、完成いたしました。今日はここ銀座の山野楽器さんで、はい、手渡し会、我々の思いでどうしても直接みんなに手渡したいという、そんな会を、今熱気に包まれて、はい、終了いたしました。はい、もうこのアルバムを引っ提げて5月5日から、うん、全国47都道府県全部回るツアーに出発いたします。会場に皆さんこのことを聞いて来てくれて嬉しいなと思っております。そうですね、はい、堀内さんいかがでしょうか。よろしくお願いします。今回は13曲入ってます。はい、26年ぶりのアルバムということなんです。実に87年から作ってなかったんですね。でも全然そのブランクを感じさせない、お聞きになるとよくわかると思いますけど、なかなかいい出来です。よろしく、サンキュー。はい、金ちゃん。はい、これを引き下げて、ツアーに、出ますので、もしかしてね、ご購入をですね、なさってない方、ぜひ購入して一緒に我々と、ステージとね、こうなんていうか、歌うというか、そういうことです。時間を共有するというコミュニケーションです。はい、したいですよね。はい、もうあのコンサートツアーの方も、各地続々ソールドアウトが、出てきてるようなんで、皆さん急いでください。そしてアルバム持って、ライブ会場でお会いしたいと思います。こんな熱気に包まれた直接のアリスの CD 手渡し会、はい、この後も名古屋に行きます。はい、金ちゃんいつでしたか。13日の土曜日です。うん、はい、場所は名古屋 CBC ラバーズショー。はい、ラバーズショー。その後大阪にも行きます。大阪は日曜日、大阪でございます。タワーレコード梅田の方でお世話になるかと思います。よろしくお願いいたします。はい、そこでお会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい。